今、江南台駅です。これから長い旅に出かけます。今、9時半、夜の9時半ですけど、朝4時に出発して、今、岩館駅に着いたところです。五能線の岩館駅です。14回乗り継ぎをしまして、やっと今着きました。これから、キャンプできるところを探します。地図では近くの海岸線でいいとこがありそうです。これから向かいます。8月の8日、朝の4時半ごろです。非常に綺麗な景色ですけども、これが私のテントですけども、非常に場所のいいとこに、設置できたと思いきやですね、気温がですね、非常に高くて暑くて、ほとんど眠れなかったのが実情です。ほとんど今でも30度近いんではないでしょうか。それで、地面がですね、まだあの暖かいぐらいの状態なんですよね。ほとんど眠れなかったです。私の装備の説明したいと思いますけど、まずスマホケース、潜水入れ、それから、ペットボトルですね。小物入れがここについてます。で、背負う場所ですけど、これは一度外してまた付け直しました。自分の体に合わせて付け直しました。テント、ポール、ソック、それからこのポケットですけれども、ここにチャックもありますし、ここにメッシュがついてますけど、これは他の、いらなくなったリュックから外して、取り付けたものです。草履、これはゴムで留まるようになってます。